と思います。まだでも10回しか数えた。多分10回以上。10回しかってことは面白いな。1回目から嫌われてました。あ、嫌ってんの？嫌いっていうか、まあ、嫌いっていうか、多分この人多分。あ、嫌いじゃなかったっすか？嫌いって言ってたんですか？うるさい。あ、じゃあ。すいませんでした。開発君が手出し。うるさいな。散々言われてきたのに。バレてへん、バレてへん。いや手出す男ってどうですか？最悪、めっちゃ最悪なの。ほら、嫌い。あ、俺が、うん、いや、あ、見る目ねえわ。え、なんで上から かっこいいじゃないですか。すごいね、よう言ったな。確かに。あ、何じゃない。あ、好き嫌いの話じゃない。好き嫌いの好きじゃないの。大好きよ。もう分かんないけど。大好き。ありがとうね。あ、くらって。あ、使ってもらっていいですか？でもさ、神谷さんと三四郎の神谷さんと合わせてくれるっぽいから。あ、え、まあ、エッチするの。あ、今すごいこと言ってます。あ、まあでも多分。何言ってんのこの子今。そう言ってますよ。合わせてもらうから。いきなりすぎて分からなかった。そういうこと。いやいや、どういう表情だ。でも、ランジャタイ好きって言ってたからな。でも、いろんな現実は好きないじゃないですか。そう好きだけど、ちょっとシュッとしてる人は多分ダメかもしれない。じゃあ、ランジャちゃん嫌い。やったあ、マジで意味なくなっちゃった。いや、あいつ、トイレ行ったから、代わりにやっていく。いや、怖すぎだろ。めぐせー、なんだこいつ。こいつのことボコボコにせー。本当ね。